令和では NG ワードも。安倍貞を、不手ほどでも注目、40から50代男女が選ぶ、昭和の流行語、トップ4。安倍貞を主演ドラマ、不適切にも程がある。TBS 系ネプチューンの原田泰蔵主演ドラマ、おっさんのパンツが何だっていいじゃないか。フジテレビ系などで、昭和世代と令和世代との意識の違いが描かれ、話題になっている。 昭和世代の常識は令和の非常識と言われ、意識のアップデートに宿泊している人たちも多い。しかし、不適切にも程があるでは昭和の温かみのようなものも描写されており、昭和、令和どちらにも良さがあると認識できる。2023年末の新語・流行語大賞では、カエル化現象地球沸騰化などの言葉が選ばれたが、 今回本サイトでは40から50代男女に昭和の流行語に